皆さんこんにちは、ホームタウングループの金田です。本日はですね、多分皆さんご存知の氷川参道沿い氷川団子さんに、お邪魔しております。最近リニューアルされたとのことなので、お店のお邪魔してみましょう。行きましょう。それでは今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。相島さんです。サポーターの皆さんご存知だと思うんですけど、改めてご紹介をお願いします。はい、営業時間は朝の9時からあります。イートインは5時までなんですけど、テイクアウトは6時半まで一応あります。まあ、反応で多分やって、はい、スタジアムになってリーダーで、そうですね、おすすめのメニューだったりとか教えてもらっていいですか？そうですね、やっぱ一番はお団子なんですけど、まあ、お団子はそれなり団子なんで、甘くないので、甘いのだと揚げまんじゅうとか酒まんじゅうとか、ご飯物もやってますが、きしめんとか、まあ、丼物の卵物のやつとか、赤蜜、甘味もしっかりやってます。セットはできました。こちら、ましたね。美味しそうですね。これちょっとじゃあ紹介していただいてもよろしいですか？そうです、これ喫茶のメニューで氷川セットって揚げまんじゅう、酒まんじゅう、お団子と麦茶ついてます。これ麦茶もいいですよね。めっちゃいいですね。これ一つ一つちゃんとこう、そうですね、切れ目が入って食べやすくていいですよね。これ最初はね、1枚のみをバッて巻いたんですけど、やっぱテレビのシリーズがあって、食べたらこんな人が全部取れちゃったので、なるほど。それから、うん、美味しい。やっぱり、お餅柔らかくていいですね。まあ、毎日仕込んでるんで、朝は。毎朝やってらっしゃるんですね。まあ、もちろん食べて歩くのが、まあ、マナー的にってあれですけど、でもこう食べるので、参道をスタジアムに向かうときとか、あと、まあ、スタジアムに立ってて、まあ、皆さんに1本シェアするとか、そういった楽しみ方もできますよね。揚げまんじゅうちょっといただいてみます。はい。ちょっとサクサクですよ、これ。こんな感じです。これ揚げたてなんですかね、サクサクってことは。そうですね。揚げまんじゅう注文入ってから、揚げたてをお出ししますので。注文入ってから揚げていただいてるんですね。女性とかお子さんとか大好きなやつですね。外サクサクで、中やっぱりこのおまんじゅうなんで、柔らかい。中のこの小豆のこの甘さと、外のこの砂糖の甘さ、これがうまい、いい感じのこう甘さになってますね、これ。これは美味しい。ちょっとそのなんか洋風な、ちょっとドーナツっぽい感じもありますよね。やっぱ揚げたてなので、油もあの全くさっぱりしてて、食べやすいです。これもセットについてくるんですね。合いますね、これね。あ、すごいふわふわ。ふわふわですね、これ。うん。じゃあさっぱりして揚げまんじゅう食べて、そうですね、同じまんじゅうでもやっぱちょっと違った、本当にさっぱりしてる、これ本当に何回も食べちゃうやつですね。でもこのセット、ボリュームもあるし十分な量かもしれないですね、女性だったから、でしょっぱいものからね、こう甘いものも味も違いますし、美味しい。ありがとうございました。はい、本当に美味しかったです。それでは最後にですね、一言なんていただければと思います。よろしくお願いします。試合があるときはあのイートインもやってますし、テイクアウトもやってますので、ぜひお寄りください。アルギーダ、頑張れ！氷川参道からすぐですので、皆さんぜひ、ご視聴をお願いいたします。ホームタウン飲食店紹介、どんどん終了となります。ではまた次回お楽しみに。